肱川河口の大洲市長浜地区で4日朝、伊予灘へ霧が吹き出す自然現象肱川嵐が今シーズン初めて観測されました。1998年度の観測から最も遅い発生で、発生初日が初めて11月となりました。肱川嵐は大洲盆地上空の放射霧が肱川沿いを海に向かって流れ、水温と気温の差によって川面に蒸気霧が発生する現象です。放射霧と蒸気霧の両方が河口の長浜大橋付近で午前7時から7時半までに観測されれば認定されます。例年は10月の中旬から下旬に発生していましたが、今シーズンはなかなか発生せず、地元の実行委員会をやきもきさせていました。秋晴れとなった4日は文句なしの肱川嵐が見られ、幻想的な世界に包まれました。濃い霧は朝日を浴びて輝きながら、まるで生き物のように伊予灘へ流れていました。子どもたちは寒いと口にしながら長浜大橋を渡っていました。